お疲れちゃんですら、とですね、今日はですね、こちらのエリポンクロスを使ってね、やっていきたいと思うんですけども、ですね、ちょっと今疲れてて、その理由がね、このデッキ、その、最後の削りがないっていうので、結構引き分けになりやすい。で、相当引き分けになりやすいっていうので、今その動画を何回も撮り直ししてて、この、ね、引き分けで負け、引き分け、引き分け、勝ち。引き分け引き分け引き分けみたいなねっていうので、まあ引き分けになる可能性がすごい高いんですけど、まあそこはねちょっと引き分けになるかもなと思いつつね、ちょっと見てくれたらいいなと思います。はいでもこのデッキ自体はまあ負けない、まあ勝てない部分もあるんですけど、まあ負けないから、まあ、デッキ自体はね結構強いんでね、まあそこをまあ見てもらえたらいいかなと思います。で、まあエリポンがやっぱ入ってるんで、その基本的にクロスボウとかマスケとかにそのファイヤーボールとかねポイズンとかを打たせてエリクサポンプをどんどん貯めていくっていうのが、まあ、理想にはなりますね。なんでまあちょっとやっていきつつねやっていけたらいいかなと思います。はい、ふう、疲れた。よしてなわけで、まあマッチングはちょい流れですね。まあ、2000、運良ければ2000なんですけど、運悪ければ引き分け引き分けでマジでちょい長くなっちゃうかもっすね。はい、まあ、まあまあまあ、とりあえずマッチング待ちですね。で、まあ、今横に一応コタがいるんだけど、はい、韓国トークなんかないかな。韓国で、うん、今韓国で1ヶ月ぐらい、まあ、1ヶ月約韓国来てね過ごしてるんですけど、うん、正直日本とそんな変わりはないですね。正直ね、僕はまあ食がちょっと変わってるぐらい、他は全部同じよね。特に変わってないですねと言いつつマッチングしたんで、はい、とりあえずエリポンがない時は受けてから行きたいと思いますね。でダックプリワンチャンスキラの可能性があるんで、ここはタルババを使わずに、エッチすぎん。それでこれは、まあ、痛いけどこれは美味しいと思っていいですね。多分ペッカーラムのダックプリだと思いたいですね。でこれも許容します。あれでライトニング打ったんで、あじゃあいいか、なるほどね。まあこれでターゲット取って OK スケもあるんで、これクロスがテスラが残って OK 一発 OKよーし、まあワインの流れでありますね。で、これジャイプリライトニング、タルユキですね。エレキメガゴ。で、まあ、ライトニング打たれるとちょっと厄介なんですけど、エリクサーアドバンテージさえ取ってしまえばこっちの流れになるんで、エリポン来たいですね。で、ここで右側にエリポン行っちゃうとライトニング打たれて、おいしいされちゃうんで、一回防衛クロスしようかな。一回これ防衛クロスします。で、ここにライト打たれたら美味しいですね。まだ打ってこないか、さすがに。じゃあいいで。多分これ左下にマスケ展開で僕行くんですけど、打ってきたら、そしたらエリポン蹴るっすね。しかもテスラとか残ってるんで、これでそのまま処理できるっていう。よーし、美味しいですね。今のライトニングは正直美味しくて、まあ、あんな感じでクロスとかを置いてあげることによって、相手のそのスペルを誘えるんですよね。なんで、打たせて、あ、こちらの滑って、うちが行きました。打たせて、リポン置く感じですね。なんで、ここも同じで、クロス置いて、相手にスペル打たせて、リポン置く。これを繰り返しですね。ワンチャン戻るかもしれん、これ。まあ、それはたまたま、どっちでもいいんですけどね。まあ、これ繰り返しです。ああ、相手、リポンにちゃんとライト。あ、リポンとクロスがライトを打たれてんだ。僕のリポン、クロスを置く位置を変えた方がいいですね。というわけで、じゃあ今度こっち側にします。こっちは川に巻き込まれるのは、まあ、こっちはそうなんすよね。もう我慢。まあ今度はまあ川に巻き込まれるし、攻めてくるしっていう、まあ、ちょい面ですけど、相手今ユニットで攻めてるんで、ライトつこすとはないですね。なるほど。OK。ああ、これできるだけこの防衛クロスを延命できたら美味しかったですけど、で、ここでリポン置きにくいんで、ここを一回まあ防衛クロスします。で、一個上にしたら多分ライトに届かないんで、これ。で、これでライト打つまで、OK、打ったんで、エリポンいて、よし。まあ、この流れですね。これ、怖いんですけど、します。
で、ケツマスクして、またアイゴレして、またボーイクロスかな。いや、これテスラでいいや。クロス置かなくていい。グライトに来たら美味しいけど、まあ、ここは逆にこっちに置いてあげて。なるほどね。あれでは突破しに行きましたね、これ多分。ここを死ぬ気で守ると僕の勝ちです。おや？これ釣れますね。うまい。死ぬ気で、死ぬ気で守ります。じゃあ、施設置くのがマジでずれちゃうんですけど、これはマジで勘弁してほしいですね。あ、でもこれライト打たれますね、マジで。エリポン止まって。あ、でも言うてだ。だから2マスクにはライト打たれるけど、あ、相手これめっちゃ調子乗って今出してますね。で、ここで攻めクロスしてあげたら、多分この2体のマスケとクロスにディンディンディン打たない。マジこれ多分相手打たないな。結構やってて、おお、いいゴーリングパーバリアン。これであれ絶対そう、相手はこれ突破できない。よし、ついに来た。で、ここでクロス置いて、苦しい、テスラも置いてあげると、はい、2巡目ですね。で、メガオくらいかな、ここ来て。ああ、タラババね。よいしょーって感じで。まあ、この、意識していたのは、エリポン置いたら、ただライト打たれるだけなんで、先にクロスとかを展開して、そこにライト打たしてからエリポンっていうサイクルですね。なんで、エリポンワンテンポ後に出してあげると、まあ、その分、エリクサボも活かせるよっていう話ですね。なんで、そこの本当に、エリポン置いてからじゃなくて、先になんかクロスとかアイグルマスクとかに打たせ、スペルを打たせてエリクサーポンプ、これを意識するだけでもうグンとか出ますね。まあ勝てるか分かんないですね。引き分けになる可能性がすごい高いんでね。そう、負けはしないですね。なんでグラチャリにはすごいですね。すごい、まああのマジで精神的ダメージですごい重いかもしれないですけどね、これ。まあまあまあ11勝1敗、ここで1勝増えば終わり、はい、そう。マジでな、韓国生活は、あ、そう、韓国、あの、基本的に値段とかも全部一緒なんですけど、飲み物が高いのとお菓子が高いんですよ。あ、チョコが高いよね。そう、あの、チョコ、別に、なんだろう、普通なんか、あの、板チョコとかあるじゃないですか。板チョコなんか200円ぐらいするんですよ、こっち。普通、日本だと100円とかで買えるんですけど、基本200円とか、まあ、150円。で、たまたまあのセブンで見たのが、そのガーナのチョコレート、普通のその細長いが日本だったら100円じゃん、うん、400円とか。これ本当っすよ、マジマジ。チョコは全体的に全部高いよ。なんか、なんか100円とかで食えるチョコもあるんですけど、なんか全体的にチョコがめっちゃ高くて、僕結構チョコを食べたい人だから、なんかそれが鬼辛いですね。さすがに、さすがにきつい。でお菓子も全体的にちょっと高くて、なんでなんかね、まあ逆に高いから食わないからなんか健康体になってはいるんですよね。まあ確かに日本よりかは全体的に健康だよね。うん、そうそうそう、プチバイセンのね、料理食ったりしてるし、お菓子も食ってないし、だからまあそれはそれでいいんですけどね。なんで韓国来るときとかマジでお菓子とか持ってきとった方がいいですよ。確かに遊びで行くのにずっと、ね、そう、マジで持っていくのをおすすめしますね。まあ飲み物はスーパーとかで買えばまあまあまあちょい高ぐらい、ちょい高ぐらい我慢できる。うん、なんでまああと韓国ってさ、日本の100円が1000ウォン、うん、じゃあどうしても違和感ない。ない。もうない。ない。いない。ごめんなさい。いや、本当に。うん。千ウォン、まあ。100円イコール千ウォンね。そうそう。それ1万ウォンかみたいな。え、やばくねっけ、対象がっちゃうんだよね。まあね、まあね、確かに。まあ、初めは違和感あるけど、もう言って慣れたね。そう、100円イコール千ウォンだから、まあ大体っすね。ふぅ。このね、パンチングしないやつはよくあるんでね、よくあるんで、ガチャガチャ、うん、いや疲れたマジで。引き分け今日マジで、この試合の前に、あ、さっき見せたか、うん、まあ何試合やった、
わかんないけど、マジエリポンクロスのこのミラー対決とかもあって、その、まあ、負けはしないんですよね、けど勝てないっていう。で、頑張って、その、クロスボウ対決とかって、その、クロスボウ延命した方が勝つバトルになっちゃうんですけど、頑張って延命して、若干の有利を取って、来たってなるんですけど、結局、最後削りきれないっていうね。若干の有利。そう、ただの有利で終わるっていう。まあ、グラチェレなんでね、タイブレーカールールっていうものもないんで、タイブレーカールールっていうのは、そのタワーのね、削ったダメージの方が大きいわけっていう。ブロッサムー、これだってあれだよね。よろしく。これあれですね、あの、ゲーミズ所属の。ゲーミズが。方ですね。というわけで、お、コウモリはわかんねえな。バルーンか。これ取り直すいくよ。一本も取り終わってないの。いや、もう。まだ一本も2時間ぐらい僕一人で動画が待ってます。多分バルーン説ありますね。ついにこの試合で。最後ブロッサム来ました今。マジ。10勝いっぱいゲームブロッサム君。なんですって。待ってマジ。いや、ウッド？ウッドってなんだ。ウッ。あれか、あがぽいぽいな。一回じゃあ、カワンちゃん、ドイツにいたスナイプじゃないか。エレキ。アナポイですね。これは、アナポイは気持ち、いや、気持ち以上に相当きついですね、これ。当てていきますね、僕、この。この辺が分かっちゃうタイプなんでね。でも、このエリクサーポンプを毎回ディガーがポイズンで処理されるで結局こっちのクロスも処理されてダメージが取んないんですよね。いや勝てる。なんですけど、まあ、若干のアドをね、まあ、少しずつ溜めていって、まあ、このあれですね、一回休憩できるやつ。でもこのウッドで削られるのがちょっと辛いですね。でまたエリクサーポンプ置いて、このエリクサーポンプ延命はしたいんですけど、こここれ気合いっす、気合いっす。でこれポイズン使うんすけど、僕のがこれ回転早いんすよ。でここでクロスボウ置かずに回すと、スケスピ回るな。アイスピ僕入ってないんすけどね。でもこれでスケタルまで回るんで、ここでエキサボウまた置きます。起きるんすけど、延長ってさ、あっちも回転早いんすよ。だから結果っていうね、結果そんなっていう。おお、いい花掘りの位置。これ下に、ああなるほどね。うわマジ釣りよマジで。まあボーイクロスですね。一旦ボーイクロスして、で毎回削られてない方にエリポン来たいから、今エリポン左置くとあのクロスと一緒に巻き込まれちゃうんで。なるほどね。今これボーイクロス立ってる。あ、これボーイクロス立ってる。今ポイズン使ったんでこれ出すんですけど、相手インフェルノタワー来るんでつけてあげております。今度かーい。来ないね。これまあそう、絶対来る。いい。お、これはモスや。何よー。でも相手が、マジでこれきついね。マジきついね。これあれですね。右側で削ろうとしてるんで、左側にボイクロス置きます。なるほど。いいボーイクロスで、クロス使い。よし。で、もうこれ、アイゴでちゃんと M するけど、多分ボーイズ打たれますね。もう別に打たれてる。まあ、ボーイズ、これ、奥からどうせ。エリポン行きます。はい、いいね。お、相手はエリポンより、イカチ。今、ワンチャン赤っけかよ。もう、反対がっけ。ああ、で、今、来ましたね。ああ、いい。これあれっすね、じゃあ右側にディガ飛ばされるの嫌なんで、もう置いときます、これ。疲れた。ちょい疲れたな。これ焼きましたね。あ、痛え。これでももう一回繰り返します。で、ポイズン取れたら、今度右下に、ね、エリポン置いておきます。よいしょ。これを繰り返しか。で、テスラあるんで、そしたら、これ下にしか絶対飛ばせないんで、アイゴで下にポイって置いてあげたら、多分相手の当たりますね。いや、こう、あえて上に来るんだよな。でポイズンと一緒に打ってくるのがうまいですね。まあ絶対下だよな。うん、まあそうですね。いい。でもテスラが反応しない。まあ。ああ痛い痛い。親のエリポンに。ああ全部いった。わいらのに。でも我が。わいらのに手出すんじゃねえよわいらのに。
もう攻めねえクロスがこう通んないんですよマジで。あのポイズンのタラバーだから、まあ引き分けやけかワンチャン負ける、ワンチャン負ける、マジでワンチャン負ける、そうマジでそれ勝手が見ねえがマジで。エリポンがないよ、マガ痛い痛い痛い、待って痛い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 、マジでこれリガポイやめてくれよこれマジで。これさ今日もグラチャリで当たったんですよね、このリガポイに死んだこれね842なんで気合いで守れるよまだ。いやでも100ポイズンこれ打ってくるんですよ、だから僕はそこをうまくついていきます。なるほど、ね、おそれはいい、なるほど、何それはいい、それはいいぞ。でワンチャンコックル、おおいい、でこれで相手迷っている、でここでこれはもう鬼延命すれば、鬼延命して相手が絶対これ暴ポイしないといけないんだ、これに。おやおや、これは暴ポイする気がないと見える、もう多分マギー暴ポイしないと、でもこれでタゲ取って OK。 おやこれでガチ延命して、ガチ延命やめろーやろー、うわいいよ、よし雪玉2回、雪玉なんか2発、雪玉2発、まあ、だけど勝っても勝っても、確かに確かに、相手はプリンとか今であれ雪玉2発、まだ雪玉2発回んない、クロス置いたからだ、クロスなんか置いたからだ、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 クロスだと置いたからだ、え、これクロス置かなければ待ってまであるよね、まあ、あ、うクロス置かなければよかった、あ、いやー、高速巻っけ、それだ、右に右でアイゴレマスケ出さずにクロス置くか、クロスも置かなくてよかったな、誰だよクロスって言ったやつ、誰だよ、はい、今一生引き分け、誰だよ、くそまあまあこんな感じでね、引き分けにすぐになりやすいです、まあ、けどギガっぽい鬼相性悪いけど勝てないこともないから、あんな感じでねラストここ引き分けかがボツ、いや死ねえよマジでマジでね、もう寝ないと君起きれないよ見学かもそいつやめてよ、ふ勝ち確だったんだけどさ、もう40分ぐらい、いやじゃあ一回ボツにしたい、もうリセットして今10勝いっぱいかが6回ぐらいリセットしてる今もうこいつやべえ、ふぅ、まあ、ちょっと、まあまあまあ、精神的にそうですね、ゲーム実装も土曜日試合があるんで、まあ、そちらもね楽しみにしていただければいいかなと思います。ちょい何とか会えたな、じゃああとで飲みに行こうか、ふう、いやマジでね、でもこのクラスすごい楽しいんですよ、そのハマればめちゃくちゃエリクサーポンポン開けてクロスも立ってテスラも立って、なんかもうフィーバーみたいなね、負け口が死ねえ、そうそう、もう入るんですけど、で最後に結局削れねえじゃんみたいなこともたまにあるんですけど、まあ、それがね、この時いいところでありますね。あとは負けないから、あと最悪マジで引き込まれるんですよね。負けないようになんで、それはすごいいいですね。よいしょ。負けない方はすごい大事ですね。っていうポジティブにいかないと、あんなに引き分けしてると、メンタル持たないですね。いや、これはいいですね。ランバーって見ると、もうミラー対決とかないから、気持ち落ち着きますね。ランバー警告は、いや、まあ、知らないってマジでそういうの違うんだよなこれはじゃあエリポン行きたいけど一回まずはテストで様子見つつですかね。ああまあよくあるよな、こういうちょっと、まあ、面白いデッキね、はい、延命して OK、 このテストラが立ってるとエリポン置きやすいですね、しかもなわけでエリポン来るんですけど、まあ一回後ろかな、早い相手の言うの、 OK、前にえっ、いいザップがな、それうまいな、でもエリポンを壊せない、そう多分さて相手壊せないですね、その後ろに置いた理由としては前に置いてもいいんですけど、その防衛クロスとか置きたかったんで、呪文持ってないんですよ、キョスケザップ、キョスケバルーンザップとかじゃないですかね、まあ、安牌で考えると、なるほど、まあこれアイゴレで釣ってまた防衛クロス延命したいですね、気合で、まあこれはまあまあまあそんぐらいなら、まあエリポンがあるっす、あエリポン回ったっすね、でまたエリポン行ってきます、でスペル打たれてないからまあ右でもいいか、
に置いて、また言うの来たらテスラと好きだけど、好きな位置を気をつけないとな。相手鬼うまかったな。今度下で。あぶねえ。やば。読みザップガンガンしてきますね。あげ？ザップ雪釜ローリングバーバリアン。マジ？じゃない？これケツキョスキョミクロスだけど、まあ足前くるよね。まあこれはこのクロスは気持ちステーっすね。相手の敵すごいな。ちょっと待って、これ一回あの建設、一回建設タイムしたやつね。これはもしかしてフィーバータイム近い？フィーバータイム近いですね。これ最後の最後にフィーバーきますね。これまあこれ、あーなるほどね。これね、あの作業がすごい大変ですね。マジですることがありすぎて指が。でもこのクロスをできるだけ延命したい。いやこれ勝った。そう、あのたまにいるんですよ。このやっぱファイアボとかボイドン使ってない人いるじゃないですか。そういう人に対してこのフィーバータイムっていうのが、建設のね、僕一級建築士みたいなこの状況に慣れちゃうんですよね。それがマジで最高っすね。これ本当にこれだってえぐいぐらいエリポンたまるんですよ。だからまあしっかりエリポンためて持っていくっていうね、まあ、こんな感じでこのタワーみたいな遊んでないです。決して遊んではないっす。マジです。これしっかりこれちゃんと防衛してエリポン置きます。でしかもこの防衛クロスが残ってるんで、4つ目がエリポン。でこのガゴにあのクロス殴られたくないんで置いて、これ別に遊んでないですからね。しっかり今エリア取ってるんで。なんかかっこいいのあるやん真ん中。よし、でこれでこのあクロスに壊させるのは良くないですね。でこの辺でも急にね、急に行きます。今黒あのあおーいいと聞いてないですね。ちょっとなんで一回リボン来ます。待って、これは勝ちたいです。これはマジで勝ちたいです。あのこれ賭けがても何にも賭けない。そうですね、これ勝てないとマジで何にも勝てなくなっちゃうんで。でも巨スケを突破するのは結構難しいんですよ。なんで巨スケを割いた次に時に回して突破したいですね。そう、ここですね。ここで今巨スケ割いたんで。なるほど。あ、待って、俺のクロスなんかすごい位置いる。オッケー、これですね。ここで気をつけ咲いてるんで、さすがにこれ絶対回ってないんで、インフィネーターでも起きにくいよね。オッケー。いやこれはアイゴレが優秀でしたね。でまあザップでタゲリスあるけど、これ右側にタルバーとかついてこっちにもねプレッシャー与えておくと相手は困りますね。でここでクロスを右側にも攻めます。よし、でこれ右側、あでも気をつけが、マスケットがほとんど削っている。お、めっちゃ歩いてくるじゃん。けどこのまま行くとこのままねフィニッシャーっていうので、皆さんも一級建築士になれますよっていうので十二章やったー、マジでついに、ついにね十二章できましたというわけで。いやーよかったな、マジでおめでとうございます。いやマジでよかった。よし、ウルトラおいしい、なんでもいいや。そう、これサバカ今やってるんでね、サバカでやってるから普通にカード揃ってないから美味しいっていうやつですね。よいしょー。ってなわけで、まあこちらのデッキですね、なんかスケがババだったり、なんか雪玉がSPだったりあるんですけど、普通にタルユキ僕結構使いやすくておすすめなんで、まあこのデッキの方がいいと思いますね。まあババとか好きならババにしてもいいし、その辺は好みかなと思います。ってなわけで、はい、まあ強そうではありますね。まあ楽しい、まあ疲れますね。しかもけどまあ引き上げも多いですけど、まあなんでぜひね、うん、まあ本当にエリポンが4つとかあるとエリクが無限にあるよね。うん、うん、そうなんでね、ぜひ細かいの使うの好きな方とかぜひねこちら見て使ってみてください。というわけで終わりにしたいと思います。はい、では、はい、また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。